こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日のデイリーメンターは、12歳までは価値観を教えなさい。先生さん、お願いします。そう、子供に教育をしたいっていう親御さんはたくさんいると思うんですね。で、僕自身も子供が合計で5人いて、でとにかく教育ってことをすごく重要視していて、なんか、まあ、アメリカとかヨーロッパとか世界中の、まあ、なんかいろんなインターナショナルスクールだったりエイトスクールだったり、いろんな学校ですね、モンテソリだったり、あのシュタイナー教育の学校だったり、いろんな学校を訪れてみて、で教育についてすごくこう研究して、自分の子どもたちのためにあのいろいろリサーチをずっと続けているわけですけど、でそこで今の段階で分かっているのが、とにかく12歳までは思春期の前ぐらいですよね、ちょっと思春期ぐらいだと思うんですけど、思春期ぐらいまでは、12歳ぐらいまではとにかく価値観を教えることが一番大事ってことが分かったんですよ。価値観、人生の物事の価値観だったり、この世の中の価値観ですよね、で何か文字とか この変な情報を暗記しなさいじゃなくて、何を一番価値を持つべきなのか、その次に何に価値を持つべきなのかっていう価値観ですよね、をもう徹底的に仕込むっていうかな、教育するが12歳まではそれが一番大事ってことが分かりましたね。価値観もたくさんあると思うんですけど、ま、あの生き方の価値観とか教育の価値観とか物の価値観とか、そういうのは全てですかね。全てですね。もう一番大事なところから順番にっていうところで、人生で、例えば僕自身が今の段階で子どもたちに教えてるのは、何の価値観を教えてるかって、やっぱりその食事とか健康面ですね、肉体の管理。なるほど。そこがとにかく土台になってくるね、人生の。そこが間違ってしまう、その価値観がずれて覚えてしまうと、結局どんなになんか点差的に算数が得意で理科が得意でも、絶対病気になったらおしまいってのあるんです、人生って。そう、なのでもうとにかくもう肉体面ですよね、肉体の その健康管理とこの価値観を、あの例えば僕たちの子供たちも食べ合わせを完全にマスターしてて、ほとんど、まあ、一番下の子、一番下の2人を除いては結構そのマスターしてて、もうあこれとこれマジだダメ、あこれはダメとか言って、これは、マジでも OK とかいろいろ分かってるんですよね。で食べ合わせだったり、寝る時にあもう寝る時間とか言って、あこれでメラトニンとか結構知ってるんですよもう。そうなので何か怪我をしたりして血が出たら、あこれはどのこうのとかヘモグロビンとかなんかいろいろ言ったりして、そうでこれはこうしてこうしてこうすれば治るとか言って、その健康管理、その体のケアですよね、その価値観を今徹底的に教えてますね。うちには小学校1年生の息子がいるんですけど、なんとミラクルスクールに通っています。ミラクルって、まあ、どういうことかというと、学校はすごいなと、まあ、日々新しいことを覚えてくるんですよね、まあ、例えば箸の持ち方とか鉛筆の握り方だとか、あとはご飯の時の号令とか、お兄ちゃんたちと新しい遊びを覚えてきたり、言葉歌みたいな、まあ、大人が知らないような言葉とかも覚えてきたりすることがあります。例えば国語の宿題で同じ字をただひたすらヌー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 と書いたりとか、あと、まあ、そのページに、そのプリントのページに塗り絵ができる、まあ、イラストがいくつか、まあ、表に2つ裏に2つほどあるんですけど、なんかうちの子結構あの家に帰ってくるの遅くって、で夜できるだけ早く寝かしたいっていう時に、その宿題ができてないから、まあ、ずっとこう宿題だからやるって言ってやってるんですけど、やるなって言うんですよ。その塗り絵をしてる時間があったら寝ろ、塗り絵をしてる時間があったら、まあ、家族で話を家族の時間にしようって言ってるんですけど、いや学校でこれをやってないとダメだって言われるんだもんとかって言って、まあやって、まあ、持って行ってるんですけど、まあ楽しくてやるんだったら、まあ塗り絵っていうのは、まあまあ、色の具合とか、まあ、カラーバランスとか、まあ、色をこうはみ出さなく塗る工夫とか、まあ、いろいろこうやり方次第では、まあ、それはいいことにも使えるんだと思うんですけど、宿題だからやらないといけないからやらないといけないっていう、なんかそういうの嫌だなと思って、まあ、やらせたくないんだけども、なんか学校は厳しいもんとかっつって、周りのみんなもやってるもんとかって言って、まあ、やっているんですよね。なんかそういう意味ではそのミラクルスクールだなと思う反面、なんか怖いなって思うところ、まあ怖いというか、あのこちらが望むような
教育っていうのを受けているわけではないなっていうのを思って、あの怖いなという一面も持ってるわけです。その今身につけてほしいこと、まあ、大事だなと思っていることは何なのかって言ったら、例えばまあ勉強に取り組む姿勢だったりとか、時間の管理の仕方だったりとか、忍耐だったりとか、工夫だったりとか、そういうことを、その勉強そのものじゃなくって、どうやったら勉強できるか、その勉強をどう生かすか、どうやったらそれがもっとこう楽に効率よくできるかみたいな、そういう、まあ、マインドというか、そういう部分をもっとこう鍛えてほしいと思うんですね。それさえこう身につけとけば、あとはこういろんな場面で応用ができると思うんです。でもただ知識だけをこう詰め込んだりしていると、それ以上の使いようがないというか、そんな感じがしています。12歳までは価値観を教えなさいということだったんですけども、じゃあ一体何がその教えるべき価値観なのかっていうことを少し考えてみたんです。そしてまあ音声の後半部分で仙人さんご自身も言われているんですけど、死ぬまでに必要なことをまず教えなさいということで、じゃあその死ぬまでに何を教えておこうかなっていうのをまあちょっと考えて、子供は今その1ヶ月に1つのことをできるようにというか継続できるようになろうっていう話をして、その1ヶ月目は、まあ、1ヶ月目って言っても5月の途中から始めたんで10日ほどしかしませんでしたけど、1ヶ月目はお手伝いをするっていうことをやって、で2ヶ月目はご飯を完食するっていうことをやってるんです。そしてまあ大人としての、まあ、注意点というか、大人として全力でサポートするべき点っていうのは、やっぱうちの息子もそうだったんですけども、好き嫌いが多くて完食そのものがまあ元々からできなかった。じゃあどうやってあのそれが完食できるようになるかとか、続けることにはどういう意味があるかとか、今やっている取り組んでいることはあなたにとってどういうプラスがあるのかとか、やらなかったらどういうマイナスがあるのかっていうことを、なんか子どもの性格に合わせてそのモチベーションが湧いてくるように伝えてあげる、教えてあげるっていうことで、こちらもあの大事だと思って伝えていることを、まあ、その手伝いとかそのちゃんと残さず食べるっていうことそのものがめちゃくちゃ大事だと思ってるわけじゃないんですけど、その続けるということ、今のこの子だったらこういうことはできるだろう、これは必要だろうと思っていることをその続けさせるっていうことがこちらは大事だと思っているので、そのこちらも本気でちゃんと子供と向き合って、あ勝手にやれできなかったらあのお前は失格とかっていうのはなくって、できるようにさせてなんぼかなっていうふうに思っています。この前なんかはあの すごいスパイスが効いたカレーをたまたまちょっと食事で出てしまって、子供が辛い辛いって言って、まあ、辛いというか、まあ、スパイスがちょっと効いてて、まあ、子供にとっては刺激的な味だったんですけども、こうまずい食べれないっていうことで、まあ、残してしまおうとしていて、まあ、でも完食はしたいっていうこのもどかしさのがすごい揺れてたんですよ。それで、まあ、あるちょっと裏技を使って、こうやったら食べれるよ、こうやったらあの美味しくなるよっていう方法を教えてあげたら、実際子供って本当素直だなと思ったんですけど、それを素直に実践して、あ本当だ美味しいって言って完食しましたからね。あだからあの食べれんかったからほらダメだ残念でした、継続できませんでした、あなたはダメですよっていうレッテルじゃなくても、こちらもできるだけこんなすごいことができて、なんかそれが1ヶ月も続いてるっていうことを体に覚えてもらいたいなと思って、本気です。まあ、さっき言ったこう子供がもう好き嫌いしてしょうがない、食べこれが食べれないまずいとかって言ってて、あの困ってるっていうお父さんお母さんいたら、秘密のある方法をお知らせします。ここではちょっとこれはあの信じがたい人も多いと思うし、ちょっとこういうところでなんか下手にコメントするとなんか炎上とかもしても嫌なので、知りたい、どうしても知りたい、悩んでいて困っているんですっていう方は、あのメールに、まあ、下に書いてあるメールに、説明欄のところに書いてあるメールに、あのその旨をお伝えいただければ惜しみなくお知らせしますんで、言ってきてください。遠慮なくどうぞ。まあ、付け加えるならば、この習慣の方法を、まあ、1ヶ月に1つずつ増やしていこうと思っていて、まあ、今2ヶ月目なんで、1ヶ月目は手伝いをすること、2ヶ月目は手伝いを1日2個することと、ちゃんとご飯を完食することをやっています。子供もとても喜んでやっていて、
あのカレンダーにシールを貼っていってるんですけども、1ヶ月目はなんと最後の31日にすっかり忘れてできなかったんでアウトだったんですよ。で、まあ、ささやかなあのご褒美があって、まあ、それは1ヶ月1日も欠かさずそれを達成できたら100円、一つの、まあ、案件につき100円ということで、1ヶ月目は100円を目標に頑張っていて、2ヶ月目は2つあるんで200円もらえることになっているんですけども、1ヶ月目最後の31日に、まあ、できなかったっていうことが分かった次の日、6月1日の朝、もうビーンですよね。今日は6月、まだ6月じゃない、5月と6月の間だとかって、かわいいこと言いながらすごく悔しがっていて、まあそれはなんかすっかり忘れたみたいなんですけども、今2ヶ月目に挑戦中ということで、まだ月の3分の1しか来てないんで、まあ、これからどう頑張れるかなと、まあ、全力で応援したいなと思っています。そして1ヶ月に1つということは1年にすると12個新しい習慣が身につく、もう今までできなかったけども、もう今度はやって当然、もうやるのが普通の体ができるということで、1年後とかね、10年後とか、あのいろいろなことが楽しみだなと思います。いろんなその大事なことっていうのを教えていただきたいなと思って、まあ、子育てもなかなかあのこう自分の思い通りにいかないことも多いけれども、子育てをするっていうことはなんか自分の学習もとても多いなと思っているので、とても楽しんでやっています。まあ、そして子供にとってその、まあ、たかなか100円一つの案件31日やって100円もらえる、まあ、割に合わない、ことかもしれないですけども、同時にそのお金の資産の構築の仕方とかお金の増やし方っていうことも合わせて教えていきたいなと思っているので、自分にとっても子供にとってもワクワクする継続プロジェクトをやっているかなと思います。まあ、こういうふうないろんな奮闘記なんかもブログなんかでも紹介していますんで、あの動画を見た後にとか、まあ、動画をご覧の途中に、あの下に説明欄のところに、ね、ブログの URL リンクを貼っていたりもしますので、そちらの方も合わせてご覧ください。いつもご覧いただきありがとうございます。また次回。